どうも YouTube をご覧ください。ジゴサンキューチャンネルです。今日はね、今、また今日も外に出てます。というのは、今日やることが3つ盛りだくさんであって、1つは、まあ、あの動画のね、まあ、YouTube でも何度か紹介している、名前だけは紹介しているね、友人の柴田とね、今日は、一緒に飯を食いに行くということで、今待ち合わせ場所に向かってます。で、まあ、一緒にその後飯を食ったら、さらにその後で、お、窓から座れてるわ。散髪、もう散髪も予約したんで散髪に行き、さらに、まあ、スーツでも見てこようかなと思ってます。まあ、場所はどこがいいかな。とりあえず今日行く方面がちょっとイオンの方だから、まあ、ちょっと時間もあるんでね、まあ、まずどんなもんか見てこようと思います。どうだろう、スーツって作るのに多分3、4日あれば、まあ、できちゃうものかなって思うんで、まあ間に合うんで、ちょっと今日はとりあえずその3つのメニューを、こなそうと思います。じゃあ早速向かいます。このカムラモードか、そうそう、右腕がピカピカしてる。これで何時間やる？バッテリーとかあるけど、でも1時間半ぐらいです。これって画質は相当上のやつ？あー、インフィールできる。あー、なかなかいいやつ。はぁ、よくやるな。これ、僕の友人の柴田君。ちょこちょこ話、動画の中で出してるから、ああこいつかって聞いたら、今画面の向こうでは言ってるわけ。ただあれなんだよね、ちゃんとこれマイクも外付けたんで、多分ね相当こいつ後で編集で俺が苦労すると思う。なるほど。嘘だよ、なんかボワボワしたやつ。そうそう、あ、ボワボワしたやつはあれはなんていうの、ただの風向だから、うん、非常に何、そこらのスマートフォンとはやはり一味も二味も違うものが撮れて、最近のカメラ、あれスマートフォンとかなんかぼかすやつができるじゃん、 iPhone とかでも。あれはでもデジタルでやってて、もともとカメラのレンズの焦点がこの距離に合うから、そこがあって後が動けるっていうのが本来の仕組みなんだけど、スマホのやつはなんかデジタルで適当に合わせて、あれはぼかし処理で、そうそうそう、だからその辺がね、やっぱり元々は違う。うちの子は本当に偉いから。アナゴ天三つ葉物って、じゃあでもお蕎麦って昨日ちょっとさ、他の店どんなかなと思って食べログとかで見たけど、写真で見ても特に違い分かんないね。お蕎麦ってやっぱ食べないと分かんないとこあります。梅肉アナゴ天ぷらいただきます。どうぞこれを見る、面白いね、ここにね。もともと自分がなんかゲーム実況みたいなのやってて、ね、そっち方面じゃない。あ、そうなんだよ。そこの人が全体の半分くらいで、残りの半分は50代女性を中心とした山なりになってる。何かワードで引っ張ってくるの？あの後ろにさ、一回あの動画のコラボみたいなことでやった人がいて、うん、この人のメイン視聴者層の人が、まあ、すごい有名だというか、今ものすごいでかい YouTuber なんだけど、はあ、この人を快く一緒にやろうと受けてくれて、はあ、そしたらそこから流れてきた人が、そういう層の方たちが、だから今は男性は20代から30代の横に波があって落ち着いて、女性は50代ぐらいに、そっちがゲームの方、そうそう、でもゲームの方はやっぱりゲームやめてて、いや、ゲームやな、ゲームの方がいい、一応やってるけど、あれか、著作権とかあれ系、いや、違う、なんかそのゲームがつまんなくなっちゃって、もともとやってたゲームがあったんだけど、最高に楽しい、エンターテインメントだったんだけど、なんかそれがあんまり、ハードゲームね、そうそうそう、昔は面白かったんだけど、最近全然面白くなかった。最近あんまやってない。今、今
今日やるべきことを3つ終えて、今帰宅しました。まあ1個ずつね、まあご飯はいいじゃん、ご飯を食べて、でその後にあのイオンでね、スーツ見てきました。というのもパンパンで入んないからね。でいろいろ着てみたの。その AB 体 B 体ってあって、自分の場合は今まで AB 体で入ってたんだけど、まあ、AB 体はやっぱり、ね、いろんなの着てみてもやっぱ入んなくて、じゃあ B 体だなと。まあ B 体のやつ着てみたら今度はねブカブカで、 B 体着ちゃうとねもう上も合わないし下も合わないみたいな最悪な状況になることがあって、まあ AB 体買って、でまあウエスト直してもらってもいいなと思ったんだけど、まあなんかねえ、わざわざ新しいのがあってウエストいきなり直してもらうっていうのもまあ、うん、違うかなと思って、まあ他にもねうちの近くにもまあ店があるんでそっちで買うのもいいからと思って、ちょっととりあえず今日は保留にしました、その段階でね。でまあその後であの散髪屋に行ってきました。どうだろう、結構まあ短いけど、まあちょっとこんなにガチガチにはワックスついてるけど、まあちょっとそんな風には実際はしないと思うけど、短めにしてきました。まあ髪の毛はまあいいじゃん、とりあえずそれで。で、ね、スーツなんだけど、やっぱね、家にあるやつが、とりあえずウエストさえ絞れば着れるんだよね。だからウエストだけの手直しとかっていうのも歩きながら考えたんだよね。ウエストの手直しもありだなとか。まあ、でも、ウエストの手直しとかそんなこと考えないで、痩せればいいじゃんっていうのが、やっぱりね、私の結論なんで、まだね、今から今日含めて、9日間あります。なんで、今日からちょっと食事を制限しながら、ダイエット開始します。ダイエットで、この現状を打破、しようと思います。これ一番なんか成功法だし、将来的にも一番ハッピーなのはこれかなと思ってね。まあなんかこうやってフィットボクシングでシュンシュンってやってるんだけど、やっぱね食事制限なしで減量できないねやっぱ好き放題食べてるから。なんでちょっとね食を見直しながらダイエットやっていこうと思います。変えていこうと思ってます。なんで、まあ新しいスーツ買うっていうプランもあったけど、体重を減らすっていうプランに切り替えました。これは目標必達。もしできないと、まあ一応今でもギリギリ履けなくないけど、パンパンのズボンを履いていくことになるんで、そうならないように今から今日から頑張ります。ちょっと今日それでメジャー買ってきました。ウエスト7センチあって、でどこまであの縮むかっていうのを、測るためにちょっと今測ってみます。1m50 のやつ買ったんで、とりあえず一回服の上からやってみるか。ちょっと一番もうリラックス状態するとお腹ポーンコーンって出るから、まあ、リラックス状態にして、100センチある、嘘でしょ。一番解放すると104、嘘でしょ。それはズボン入んないよ、多分測り方が悪いんだろう、まあ、服もあるからだね。